お前何様？何年ぐらい働くの？もう、お前の奴隷しちゃうぞ。だ、証明やってもらえないよ。そうなったら。現場は埋めれなかったんですよ。ちょっと物量が少なくて。それを埋めるって言ってたんですけど、まあ多分ちょっと1週間空いたから予想に行く。普段使ってるペルマネ。ほったらかしで行っちゃって、で、シャフも勝手に切ってたし。うん、多分こっちで話した程度言ってきたんだよね。多分もう電話出たりしてるんで。あ、そう。で、ピンでやるからとか。本当に言われたんじゃないの？いや、言われてないです。とりあえずで、あ、あったらまた連絡します。押されたみたいな。まあ泣きながら電話あったんですけど、向こうも切りたくないし、こっちも切りたくないっていうのは、まあ、それはもちろん本音だと思うんですけど、まあ、すごいっすよね。ことの発端は、その、結局、もともと現場は埋めれなかったんですよ。ちょっと物量が少なくて。で、3日4日、まあ、1週間空くかもって言って、うん、まあ、寺岸さんだけじゃないんですけど、うん、ちょっと空いちゃったんですよね。うん、で、ただ、次の現場すぐあるよって、うん、あの、もう契約になるのは分かってたんで、うん、で、それを埋めるって言ってたんですけど、まあ多分ちょっと一週間空いたから予想に行くって言って、で、予想行くのはいいんですけど、うん、結局普段使ってるベトナム人、うん、ほったらかしで行っちゃって、うん、何も別にそういうのを告げずに、うん、で、結局足場行ってたんですけど、足場もそんなに物量がなくって、うん、結局それで、まあ、ベトナム人もほったらかしで、もともとその今使ってるベトナム人プラスもう一回ベトナム人使うって言ってたんですよ、うん、言ってたんですけど、じゃあどうするのって言ったら、なんかインスタで DM 来た日本人も使いたいしなみたいなこと言い出して、じゃあちょっと無理でしょっていう話になって、うん、で、まあ、現場埋めるからって言ったんですけど、結局その現場入れたくな、入れたい現場あったんですけど、結局よそからも抜けれない、うん、し、こっちからお願いしたからって、もともとそっちが悪いんでしょみたいな。まあ、確かに悪いんですけど、埋めれてなかったんで、うん、悪いんですけど、じゃあ次、じゃあいつから埋めれますかって言ったら、ちょっとまだわからん。で、今では現場入ってない？今はもう本当に強引に そこでもう組んだんで。あ、もともと。ただそれ終わり次第また出てっちゃうんで。あ、こう、仕事あんの？ただもう日にち切ってくれないと次、で、ま、次入れてたんですけど、うん、いや、戻らなあかんで無理だよって言われて、で、4月の中頃だったらいいよみたいな。そんな都合よく現場埋めれないんで、そんな。うん、で、車庫も勝手に切ってたし。うん。楽しいね。そのすぐ現場埋めるから、そんな1週間2週間で、その車庫切れんよっていう話してたんですよ。うん、で、こっちも手続き大変だし、いろいろそのお金もそんな1週間分だけどうとかこうとかなんかできんからって。で、切らんでいいよって、あの、みどりちゃんには言ってたんですよ。ほんと1週間抜けるっていう話から、もう予想入ってるのに、戻ってこないかって。なんで、俺ら、緑店としては、1週間後には絶対埋めるからっていう話してたんですけど、ジムには多分1ヶ月、2ヶ月空くんじゃないって言ってたらしくて、いろんな方で言ってることは違うんですよ。うん、あ、そういうことだ。緑ちゃん。あの、テラリスさんの車庫を切った件も、結局、俺最初ダメだよって、その1ヶ月も絶対あかんからっていう話しそうだ、はい。で、1回ダメって言っとるよね。はい、で、多分こっちで話した程度言ってきたんだよね、多分もう切るからみたいな。あ、そう。だから、あ、もうか、もう話ついとるからって。いや、ほんで、ついとると思って切っちゃったってことだよね。はい。全然こっちにはね、そういう話してこないんですジムの方にはちょこちょこ来て話したりとか電話入れたりしてくるんだよね。あ、そうです。で、ピンでやるからとか、その話も、あ、でもそれで下手なことになるんだよ。まあ、頭悪いよ、なんか。で、ちょっと話聞くよ。今、こちらにやったんでしょ。あ、そうです、そうです。下にいるじゃん、そこに。気づかんでしたか。絶対気づかんでしたか。絶対気づかんでしたか。大事。お前絶対気づいとった。うわ、まずいみたいな感じだ。出てこいよ。大事な話が。ああ、今日はちょっとやばいぞ。やばいぞ。出てこい。もうこれフェイス越しに喋った方がいいか、今日は。逃げれるぞ、ギリ。もう動揺してなんか独り言ずっと言っとる。ああ、うー、ああ、うー、ふー、ふー、ふー。妊娠しとる。さあ、まだ美代がおり、安心だな。何の話なの？何の話？お前から話すのか俺にはないんだな。俺から話していいのか、お前から話すのか。どうするんだ？
それによっては話が変わるぞ、俺。え、あ、今後っすか。あれだろ、いろいろあったんだろ、かわいくないっすよ。ああ、そうです。そう、その話だけど、お前どう考えてるか、もう、わからんけど、俺は。まあ、まだ確実には決めてないですよ。何を？実習生の話は。いや、俺知らん。だって内容、お前、実習生で何？一からちゃんと説明しろよ、お前、大人なんだで。まあ、一応、ただ使っとったらいいんですけど、うん。まあ、ちょっと、厳しくなってきて、で、基準で行くと、4等分いるんですよ。な、で、話だよね。ターンを使うなら、現場4等分。うん。だけど、3しかできないんで、その4等分だけ請求はかけ取ったってことです。どういうこと？前倒しで。先に金もらっとったってこと？そう、手つかずの現場を先に。理解図書からもらっとったの？そうですね。現場、入ってもない現場な。入ってない現場を、で、4等分。請求かけ取った。請求かけ取ったと。うん。それで回っとったっていう。で、どんどんお前3等しかやってないのに4等請求しとったらどんどん溜まってっちゃうやん。だけどお前、あれだろ、それで人から先に金、お前何も俺に一言も言わんと金引いとんのに、お前車買ったりしとうだろ。部品変えたりとか。しょっちゅうそういうことやっとるんけ、インスタとか出して。これは結構前からですよ。新しくは買ってないですけど。そういうこと。前から。いや、俺その話は今お前から聞いたよ。別に俺知らなかったよ。それはもう多分。なんか自分で朝めっちゃったみたいな。いや、でもお前それおかしいだろう。でもまあ俺に一言も先にもらっていいですかもないのに。それ、勝手なことしとったの？あ、じゃあ、それ前からなんですよ。タイの時から。じゃあ前からって何？前からでも一回でも俺に頼んだの？あ、頼みますよ。ねえだろ。いや、2年前ですね、それ。前からずっとやったんだよ。この現場はいただいていいですかってことだろ？その現場の話だろ？その現場で。もういいよ、金の話はいいよ。もう金じゃなくてお前、その筋の違うことやっとるだろう。実習生使いたいもんで入れてくれって言って、お前。今度使えんって言ったんだろ、お前。まあ、よそ行くなら行けばいいんだけど、お前が使いたいって言って、お前入れてくれって言ったやつを、お前すで違うことやっとんちゃうの？そうなんですよ。そこをちょ、話そうかと思ったんですけど。話そうかと思ったって、こっちが来とるやんけ。お前人間としても間違ってね。普通に。俺は分からんけど、あんまり。どうしようかな。じゃあお前も、分からんよ。お前の言い分があるんか。お前が人間入れてほしい。実習生使ったら利益出る。で、俺もお前から抜いてないだろ、別に。で、お前も社会保険入って。で、それも1週間か2週間は抜けたいとか。抜けたいというか、もう現場がなかったもんで。2週間だけで、1週間後か2週間後には現場あるで、戻ってきてみって言われてたんじゃないの？いや、言われてないです。とりあえず、あったらまた連絡します。それはちょっと言ってることが違うな。回復してきとったな。だからもう戻らんって言ったんじゃないの？いや、戻らんとは言ってないですよ。誰もそういうこと言ってないですよ。あ、そうなの？ただ、無理やり入れてもらったもんで、急にこっち都合で、道場入ったもんで、もう来ませんってのはちょっとできないんで。あ、向こうに？ええ。じゃ自分都合で勝手なことはできないんで。あ、外部の方に。ああ、そう。じゃあ外部が言ってることってお前が言ってることちゃうんだな。森さんついでに聞いたもんで、河合さんにも聞いてみますって最初抜けるとき。で、外部の直接喋ってないんか？直接喋ってない。森さんに現場ないって言ったら、河合さんに聞いてみますって言って。で、次の日かかってきて。外部が言ったのは4月中頃って言って、日付も出してくれへんし、だって現場も組みようがないと。あ、そうそう、4月中頃1件は入れてって。ダメなら切るしかねえって言ってるぞ。お前もその勝手なことしてるから。日付が組めんって言ってた。で、実習生の件も、いやもういらんって言って、瓶なんかも戻ってくる話もしたんだろ。そう、瓶戻ってきて、いや。戻ってきてほしいって言ったんだろ。自分話したんですけど、最初。うん。お前なんか次だっけな、お前。お金のこといきなり、俺全然知らんこといきなり謝りだしたけど。逆に2年間俺からずっと金、せしめとったとは知らなかったけど。違われたな。まだ戻ってないだけなんですよ。戻ってないって言って2年間人から勝手に借り取ったらお前いかんだろう。自分でお前、そういうことだろ。だって今日も始まってないから俺お客さんからもらってないだろ、ゼニー。そのにお前車買ったりとかしたの？してないですよ。してないです。あれまだ買っただろ、また。あれだいぶ前ですよ。いつ買ったの？それ、買ったのはね、去年ですね。2年前の後だから。そうなんですよ。電話ですよって電話だよ。こいつ後、お前はとめちゃくちゃや言ってること。その4月の後もなんか予想もやらなあかんで、俺はつって言っとるって言って。そうなんか、その、都合よくこっちに入りたいみたいな感じで河合さん言ってたし。予想もやりながらこっちもやるみたいな言い方しないの？あ、じゃないです。ちょっと3月、4月はちょっと。関係先今日全部呼ぶぞ。いい？いいでしょ。まあちょっと行っちゃったら、みたいな。ちょっと、じゃあお前分かるんだろ、せっかく。ちょっとハッタリで行っちゃうだろ。
半分冗談みたいな感じで行っちゃうだろ。半分冗談か、4月はちょっとなんか、5月はそのまま入れてもらって。ちょっと行っちゃった覚えはありますね、冗談で。お前責任取った方がいいぞ。俺どこでもやるぞ。これ河合くんも花井さんも全部呼ぶぞ。森さんも今日。まあ、変な隠しとることはないんで。だけど冗談で行っちゃったんじゃないの、そうやって。俺も様子見やりながらやっちゃうよ、と言って。その時のノリでみたいな。あ、いや、そ、やらなかんやつはやらなかんって、とは言ってありますね。じゃあ、5月、6月も。あ、5月、6月はないです。その、大変な作業なわけよ、海外の人もこうてくるの。まあ、見とってわかるでしょ。うん。まあ、シーリング班、足場班、塗装班っていう、この、チームがあるから、この、物量っていうのが、な、少なすぎてもいかん、多すぎてもいかんっていう、その、絶妙なバランスで動いとるもんね。うん、そのお前だけが出たり入ったりしたいじゃ、困るから。だったら他にね。いや、一週間くらいだったら予想いかんかったのにな。なんか、河合さんそう言ってた、確かに、その、一週間だけがないみたいな。一週間ないだけだったら。いや、わかんけど、お前、過去の話してる。しょうがない。前が一回。だから、社保もなんか抜ける、抜けないって話から。しばらくないって言ったら、抜けんと、あの、マイナスなっちまうもん、また。なんか、一週間だけ抜けれないですよって話したんですけどねって。そしたら、なんか、まあ、緑ちゃん違う話になって抜けてたって、俺が知らないところでっていう。そう、裏で絵描いとったりって。社長とかにももう話してやるみたいな。一つのノリで。社長っていうか、河合さんっていうか、ちょっと、もう話して、そうそうそう。一月ないんだったら、もう、社会保険分マイナスになるんで。一月と一週間でそこが食い違ってたのか分かんないけど。だから一旦、じゃあ一回切った方がいいかなって言ったら。分かんないですけど、私たちは分かんないです。当事者じゃないで。一回来いよ。今日な。ああ、はい。私で話そう。厳しいけど仕事だもん。しょうがないな。視聴者の上叩かれそうだけど。こんな詰めて。うん、そうね。じゃあお客さんに迷惑かけるね、俺。今後の方は話していかないと。そうそうそう、話していかないと。いい？始めるよ。聞いとる内容は。あ、一応言った気はない。だからまあ大丈夫か。まあ簡単に言うと、まあ1週間か2週間か知らないけど、まあ、ちょっとどうしようもうそれはしょうがないで話し合いいんだけど、いやそのお前がはっきりしないっていう回復から聞いても、回復なしの手で来るの来んのって話になっちゃうね。来るの来るぞ。シガさん、来る来る人、ウィントン2人で来る、この話、それが分からんもんね、こう揉めたんだけど、ああ、だからシガさん、お前が抜けないから、もう抜けへんもんか、別に、本当にね、別にそれはいいんだけど、ただ、暇な時だけこっちとかさ、あっちとか、もうそれもいいと思うんだよ、だけど、そのはっきり言わないと、お互いに、その、分からんし、肯定組めないもんね、うん、それは困るから、肯定がとりあえず困るのと、まあ、そこだけじゃなくて、ちょっとベトナム人の件に関して、俺はちょっと腹が立っとって。うん、あ、それも言ったね。そうですね。あ、そうそう。ただちょっとは、ちゃんとベトナム人にちゃんと話してほしいですね、それは。タアを今、江藤が連れて行ってるっていう中で、で結局、瓶も無理じゃんって話じゃないですか、それで。瓶、7月目の瓶だったら、物流があるんだったらなんとかなるんだ、瓶は。まあ、もちろん物流がありゃみんな頑張る。実習生、外の応援に。あの、お前の仕事で、行け方。あ、行け方、あの、資格がいる現場なので。それは聞いてたんですよ。その、なんとか連れていけないんですかっていう話をしたら、交渉作業者がないと入れないっていうのは聞いてたんですけど。でもそれ、当たり前じゃないんだよな、お前。お前が使うなら使わなかったよ。仕事、お前、自営の相手の人を探してくるのが、お前の仕事だぞ。で、こっちで使ってるんだから、金引いてるわ。お前が使うって言ったんだろ。お前が使いたいって言って、言い戻したんじゃないのに。あ、そうです。だったら、お前が払えって。なんで俺が仕事作らなかったお前が会いたいな。ちゃう？お前が芝居に頼むのは筋じゃねえの。いや、儲けたいと言うんだけど、使いたい。入れてください。もう暇になったもんで、ね、もういらんですわ。って。どっちか？俺が授業に、まじ営業仕事ねえでも、来月休んでてくれ、みんな。って俺が言ったのおかしいな、会社。給料もお前払ってるわけだろ。払ってるっていうか、まあおかしいけど、授業に支払った分、経費見てるだけだろ。ちゃう？ちゃう？お前の中に寝とんの？ん？日本人2万円なら、まあ1億ぐらいくれとか1億くれって言っとんの？毎日3000円だ、2000円だ、これ儲けとんの？日本の暇だと故障しなかった。お前何様？
まあ、お前の奴隷しちゃうぞ。だから将棋やってもらえねえよ、そんなんて。その中で話し合うのは、早く助けてくださいとか、早くなんかないから、お願いすることじゃないんだって、お前ら人、ヘリでベッドで瓶連れていけばどうすんだ、お前。ある時だけは使うけど、ない時は使わんよ、だったら。なんで俺がリスクしようよ。お前それどう思うか聞きたいよ、逆に、本当に。使う使わない。ターンもすごい悩んでたし、その平原さんのところで使ってもらってた時もあって、結局そこで、使えない。で今寺岸さんも使えないって言われたものが、結局2人とも、まあ、平原さんもになっちゃうんですけど、直接言ってこない。で結局それでなんか自分がダメなのかなって、一生懸命やってるつもりなのに自分がダメなんですかねって、やっぱりその1人じゃなくて2人にそうやって干されたみたいな。まあ、泣きながら電話あったんですよ。で、どうしたらいいですか、僕もう帰った方がいいですかぐらい悩んでる。まあ、寺木さんからしたら、まあ、とりあえず塗り替え仕事薄いからよそ行ってくるわ。でも使う以上子供じゃないですか。やっぱりその子供をほったらかしにしてかれて、まあ、こっちにいるから安心って思ったとは思うんですけど、やっぱりでも親方じゃないですか。でも子方そんな放り、もう放置されてってもやっぱ困るし、だからそのやっぱり寺木さんのこっちから理由ちゃんと話して、だから今ちょっと仕事薄いけど疲れるのだわとか、そういう話があって足場班に行くとか、さっき社長言っとったような話で、まあ、今後どれぐらいの物量で入るのか、ピンでやっていくのかだけはちょっと明確にしてもらわんと、日付も結局僕らもその4月になったら入れるようでは工程組めないし、で例えばそのじゃあ5月からは暇だからどんどん埋めてね、もうやっぱり正直それすごいじゃないですか。そのまあうちない時はよそ行ってそっち優先して戻ってきました、戻ってきた時だけ仕事埋めてくれよっていうのはやっぱ都合じゃないっていうのは俺は正直思いました。それは、まあ、向こうも切りたくないし、こっちも切りたくないっていうのは、まあ、それはもちろん本音だと思うんですけど、まあ、すごいっすよね。はい、ちょっと話は続くけど、はい、なかなかないそうだね。はい、まあ、いろいろ、どっちが取るか、間違っとるっていうよりも、うん、ちゃんと決めてやってからな、お互いに、はい、そうですね、うん、まあ、一番お互いがうまくいってないから、はい、まあ、まあどっちの見方とか、まあ、そこわからんけど、はい、うん、まあ、お互いがちゃんと話し合わないからということになるしね。はい、まあ明日も頑張ろうか。はい、頑張ります。はい、せーの、また見てねー。